Hi, darling. あなたのマリアよ。スペルは MARIA。それでは、2022年12月31日、エルデンリング裸祭りを始めていこうかな。ででーん、裸祭り。こんな顔してたっけね。普段いろいろ兜かぶったりしてるから。ああ、ズリーさんいらっしゃい。いや、こちらこそお世話になりました。もうちょっとツリーさんもまたこれやろう、裸祭り。あ、来年もよろしくお願いいたします。ほんとね、今日もテラリアの配信を私卵焼きを作りながら見させていただきました。面白かった。年末行事行ってきます。はい、いってらっしゃい。裸祭りだからこの辺もなしだよね。こう、まあ、こういうのは持ってていいけど、じゃあこの回復薬ありにするかなしにするか。なしにするか、なしにするか。とりあえず全部この、あ、ライス。ライス。ツリーさんがよくね、ナイスっていうの、ライスって。あれ、使用する、まとめておく、違う。あ、いらっしゃい。参加できないので裸で見ます。いいですね。まあ、皆様が参加者揃い次第やっていこうかなと。結局裸でさ、もう身一つで年末に殴り合う大会、これどうしようかな。本当はこの乱闘、何人でもで乱闘にすればいいのか。位牌はなしでさ。まあ、合言葉はマリア、MARIA にしよう。あ、いらっしゃい。ねえ、年越し裸祭り、男塾名物裸祭り。別にこれ、どこでもいいんだよね、言ってみたら。ねえ、まあまあ皆様揃ったらやりましょうか。ストリートファイトならぬストリーキングファイトですね。うまい。まあちょっと皆様揃う間に、こうだから魔法もさ、魔法もあったとこでって、なんかちょっとお尻平らすぎない？鍛えてないな、お尻の筋肉。ね、あ、いらっしゃい、ナターシャさん、こんばんは。さて、これ、あ、違う、間違えちゃった。そうじゃなくて。だから装備品全部外したし、ね。この、パンチだけいきましょう。あ、はい。変態祭り、ここですか。変態ではないね。うん、まあいいか、変態です、大丈夫です。大丈夫ですの意味ね。大丈夫。ここでさ、まあまあ揃い次第で、いつも通り、そうね、参加する方声かけてね、参加する方声かけてねと。パスワードがいつも通りのマリアにしましょうかね。マリア、 MARIA、 マリアね。まだ部屋作ってないけどね。
まあ、皆様が揃い次第、年越しだからね、一緒に年を越しましょう。あら、侍名伝してきます。侍名伝って何？面白そうね。ちょっと皆さん揃うまでなんとなくうろうろしてようかって言って、なんかブシュってやられんでしょう。はあ、装備してないみたいな。まだね、この指がピーンってなってない。なんか久々に見るよね。ああ、クレアさんいらっしゃい。去年はね、モンハンしたよね。モンハンして、おばあやん。ほう、あんた大したものだね。何？ダイルーンが2つ。それを見たのは今までたった一度だけさね。え？この指様って結局何だったんだろうね。これ何だったんでしょうね、これ。美少女3人。あ、そっかそっかそっか、こないだ教えてもらったやつだ。あ、ごめん、おばあ、話聞いてなかった、ごめん。指様、あんたに感謝してる。そうさね、ギデオン坊やと遜色ないほどにね。これを受け取っておくれ、せめてもの、バーの選別さで、裸祭りやってく？さあ、皆様揃い次第、まあ、今ちょっとね、時間潰しております。そう、ばあちゃん、エルデの王に俺はなるぜ。こいつ結局何だったんだろう、この、ね。なんか横っちょちぎれた跡があるな。これは何指なの？これもまた後半になるとね、ここの状況も変わるものね。さあ、参加される方いたら教えてちょうだい。もうちょっと5分後ぐらいに開始する？わあ、またみんなと会えるんだ。ねえ、この人ね、いたいたいた。この人あれでしょ、黄金仮面の人のとこでしょ。全然この辺もさ、やってないのよね。うん、あのね、今日は、ルールって書いとく。ルールは、裸祭りなので何も装備しないで戦うっていう。あ、この辺持ってるもんな。もう身一つで回復もなしで、戦いましょうという。あれ、こいつあれあれじゃん。ちょっとあんまり裸でいろんな人に話しかけない方がいいな。急に何かあったらまずいからな。まずいからね。あ、こっち間違えた。そう、みんなで裸祭りしながらさ、新年迎えましょう。私はね、お蕎麦を食べました、ついさっき。うん、今年はね、あ、武器もなし。今年はね、ごまそばを食べましたね。うん。あ、いらっしゃい。タリスマンも禁止か。そう、タリスマンもとりあえず禁止にしようか。後からタリスマンありとかする？タリスマンってこれか。こういうやつね、メダリオン。ちょっと一応メダリオンも禁止で。あ、いらっしゃい。ありがとうございます。
ね、今年、そうね、今年だけじゃなくて、もう、去年からもうずっとね、皆様と一緒に遊べて、年を越せて、で、またね、一緒に年を越そうっちゅう。あら、納豆そば？いいですね。納豆そばは朝日納豆がおすすめでございます。うちのラジオ番組でも、プッシュさせていただいております。納豆アンバサダー3号の佐藤家なので。あ、大野選手いらっしゃい。こんばんは、もろ出しです。じゃあ、大野選手、毎回裸祭りだもんね、ある意味ね、プロレス。プロレスを裸祭りと捉えたことはないけど。さて、もうちょっとかな。参加される方いたら教えてくださいな。かき揚げそば食べました？うん。私今ね、ちょっとそば湯もいただきながら、今回はね、ごまそばに、鴨とおネギを乗せていただきましたね。なんか今までは温かいお蕎麦が美味しいと思ったんだけど、お蕎麦冷たい方が締まってて美味しいなっていうのが、今年急にお蕎麦大好きになって。あ、ひきわり納豆で食べた？あ、見学できそうですか？ 参加できない方はですね、裸でご観覧ください。 さて、どうする？ちょっとなんとなく募集してみる？なんかざっと見てると、今のところなんかジムさんと私、ジムさんと私っていう歌ありそう。うん、あ、これ美味しい。ちょっとそば湯をいただきながらですけど、どうする？試しにやってみる？これ裸祭りさ、どこでも、とりあえずこれ、パスワードを MARIA で、それでこれマッチングしながらさ、雑談すればいいんだよね、これね。じゃあ、今、あ、何人でもって言うけど3名か。3名集まんのかな？ 3 名集。覆面つけていいですか？じゃあちょっと待って、頭だけつけるのありにする？覆面、ちょっと待って。覆 面か。防御力に関係ないんだったら OK にする？ちょっと多いかな、3名って。お、プロンプト先生いらっしゃい。今ログインしてます。おう、おう、裸祭り。どうしようか、覆面ありにする？ちょっと一回キャンセルしようか。ちょっと一回キャンセルするね。ちょっと待ってね。中断。中断して、覆面はいいですかっていう まさかの質問が 飛んできて。覆面か。覆面でもダメじゃないの？すごい軽い。でもな、頭かぶりたいよな。こういうのとかかぶりたいよね。どうしようかな。そりゃ覆面かぶりたいよな。そりゃの意味もわかんないけど。でもさ、守備力に影響出ちゃうじゃん。すごい、なんか物理6点いくつ。
それはちょっとがっちりしたやつつけたくなっちゃうもんね。いや、裸祭り、裸で行こうか。この辺とかさ、物理 6.5。一回やってみようよ、裸。裸で行こう、一回。マリア。これ人数乱闘何人でも。よし、ここで行こう。MARIA ね、マリア。覆面つけてないと恥ずかしいので。覆面なんかめっちゃ軽いやつだったらいいか。 なんかすいません、ジムさんが恥ずかしいそうなので。 でもね、わかる。なんか私、ドロンジョ様のコスプレしてたんだけど、タツノコプロ40周年記念の時に、ドロンジョ役でパレード参加したことあるんだけどね。そもそもなんでドロンジョをやろうかなって思ったきっかけが、顔隠してれば体出してもいいかなと思ってやったんだよね。そんなドロンジョ様のコスチュームも今じゃ入らない。入らない。もうちょっと20キロ痩せないとね。今頑張ってジムに行ってるけど、まあ筋トレしてるとね、疲れる、ああもう無理だとかじゃなくてね、眠くなっちゃうんだよね。それなんか栄養素が足りないらしいんだけど、ねえ、すごい軽いやつ。まさか覆面つけないと恥ずかしいの出てくると思わなかったな。なんかじゃあ一番物理攻撃、物理防御が少ないやつなら、ちょっと相談で。 相談で。じゃあジムさん、一番軽いやつ、なんか軽いというか物理防御に関係ないやつを。もうだって今回気をつけるのって物理防御だけだもんね。なんせ攻撃方法が物理防御しかないから、もうそれで行くしかない。しかし揃うのかね、これ。裸祭り。この偶数人数揃わないと。これ乱闘でしょ？乱闘だね。で、闘技形式乱闘。人数何人でもと言いながら4人。位牌はなし。闘技場の合言葉、MARIA、マリア。適用範囲全員。希望チーム限定しない。これで、大丈夫？配信止まってないよね。大丈夫ね。なんか待ってる間もいろいろうろうろできるんだ。でもこっちにこういうとこはいけないんだ。ここ何だったっけ、そもそも。へえ、マッチング途中でも。こんな言っていいの？すごくない？いるー。いるー。わお、壊しちゃった。これマリカ像じゃない？なんかここもなんかみんなぐっちゃぐちゃになってくんだもんね、これね。まあなんか暗い話だよ、本当にもう。このおっちゃんは最後までいるんだっけか。さあ、ちょっとあと2名。2名待ってる。あれ、3名。マッチングしない？
あれ、こっち開いてる。あれ、もう開いてるんだ。ねえ、結局ここも何だったのか。みんないなくなっちまうもんね。しかしいろんなところ行き放題だな。マッチングしながら行き放題だな、これ。テーマパークエルデンリングランド作ってくれればいいのに。あと2名だってよ。あ、ここ閉まってんな。ここあれでしょ、ミニラがいるとこだよね。ミニラがね。ちょっとちょっと、裸祭り開催されないじゃん。ここでね、偶数人数揃わないとっちゅうのが、なんともなんとも。一対一でやる？やってみる？ジムさん、ジムさん恥ずかしいって言ってかね。ちょっとちょっと。じゃあちょっと変えるか？設定。まあ、パスワードは一緒だからさ。6人、4人、2人。これ何人でもって言ってんだから、何人でもやらしてくればいいのにね、腹立つわ。よっしゃ。じゃあちょっとお試しでやってみましょうか。なかなかマッチングしないわね。しかしな、覆面ないと恥ずかしいってくると思わなかったわ、これ。あ、話もできるんだ。マッチングしながら。へぇ。 MARIA だよ、パスワード。これもうかつに誰かに話しかけるとなんか始まんないかな。ちょっとドキドキなんだけど。ん？特に船を見かけた時はな。あー、あれか、なんかいたな、船に乗って来る変なやつ。あと1名ですって。お、あー、なるほどね。なんかおばあすごい大きくない？あ、揃った。おばあとかも参加していいんだよ。来た来た来た。ちょっとお試しでやってみましょうか。これね、多分ね、人数揃ったらね、面白い。お、何？300秒だって。お、無事入って。よしよし。あ、プロンプト先生だ。ちょっと危な危な。え、キックってどうやるの？あ、これか、キック。よし、トウ。これは面白いぞ。これは面白い。当たらん。わー、入った。これ、これちょっとなかなかさ、え、回避ってどうやるの？回避ってどうやるの、それ。あ、こうやんのか。こうか。問う。これジャンプキックってできんの？あ、できないんだ。ジャンプパンチ。これ面白いかも。あ、丸ボタンでクリンってすんの。ふい、ここか。これ、これは熱いぞ。これ、これは痛い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 。
なんか使えなかった使えなかった。これさ、ジャンプ攻撃、あ、できるんだ、ジャンプ攻撃。ふーい、パリー、パリーもないもんね。見て、この結構食らってんだけど、このパンチの感じ、パンチの感じだね。このダメージ食らってないですね。めちゃめちゃ血が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 ガガガガドン、ドゥドゥン撃破もクソもないじゃん、これ。これはこれはこれでも結構面白いよ、やってると。うふふふ、これはね、多分やっつけるってことできないんじゃない？これやっつけるってことできないんじゃない？これあと何秒？すげえ、もう血がすごいですね、このパンチだいたい 2,3 発当たるとさ、これでもこれ乱闘でみんなでやったらすっごい面白いと思うなんか音楽はシリアスなんだけど、プロンプトさんとだとなんかめっちゃ笑ってしまうの。何これ、これタイムオーバー来るか。キックだけ大会とかね、そのうち天下一キック選手権。なんだそれ、なんだその動き。これはなかなかスタミナの勝負になってくるのが。そうでもない、これ300秒って言ってたよね、時間が。あっ、残り試合時間30秒。これはちょっともうガンガンいきましょう、ガン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 いきましょうよ。ガンガン行こう、ガンガン。これはこれはもうガツガツ行きましょう、ガツガツ。うう、闘技終了、ドロー。あ、これって撃破しない限りドローってこと。イエーイ。あ、プロンプトさんありがとう。これさ、これあれか、ヒットポイントが多い方が勝ちとかそういうのないんだな。あ、まあ生命力と筋力は高い方が有利ではありますね。まあ確かに。これ大パンチ祭りとかさ、やっぱ2人だとね、ちょっと。ああ、なんでもない、ごめんごめん、おばあ、ごめん。いや、これなかなかでも楽しい、楽しいけどね。これさ、何人でもって言ってんのにダメなの？ダメなんだな。あ、何人でもってランダムってことか、これ。これ6人ってことだよね。はあ、何人でもランダムなんだ。はあ、
ちょっと4人にしてみようか。4人にしてみようか。そうだね、これ捨て振り変えないと決着つけらん、そうそう。あと人数だな、人数が。みんなでわちゃわちゃしてたら楽しいかも。で8人のあの乱闘でやったら面白いかもしれないね、これ裸祭り。こうなんかわーってやろうかなと思ったけど、意外とストイックな裸祭りになってきた。そして私はこのマッチングをしながらも、明日も筋トレしようって思ったり、このね裸祭りを見てるとさ、あー、タリスマンだけ解禁しますか。あー、それそうだね。そう、実装、あのね、タイムラグすごいでしょ、タイムラグすごいのよ。タリスマン OK にする。タリスマンじゃあ1個だけタリスマンつける。でも1個だけって言ったら、まあちょっと今回実験的なヒットポイントの最大値を上げる。でもこれってさ、だいたいなんかみんな同じになんない、このタリスマンこれ能力値が大きく高まるが非ダメージも大きくなる、これ怪しいな。はあ、れ、ラダゴンとこれ同じ、マリカとラダゴンのって、あ、ちょっと違うんだ。もはやここで知力なんか上げたとこで意味がない、信仰を高めるとかいらない信仰とかいらないでしょ、もう。あー、物理カット率って言っても盾なしだもんね。魔力カット、炎カット、雷カット、まあ人数集まるかどれか。あー、そうね、もう正気体制、正気じゃなくていいから正気じゃなくていいから、連撃の最終攻撃を強化する。あ、まあこういうのになってくんだろうな、多分。あー、ため攻撃を強化、この辺になってくるのかな。馬上での馬なし、あ、ジャンプ攻撃を強化する、これを一発にかけるっていうのもね、祈祷魔術いらない、どうしようか。武器持っちゃうとな、裸祭りだからさ、あまりこう着用しない方がいいよね。これ良くない？装備重量が少ないほど攻撃力が高まる。これでいく？青い踊り子つけていく？やってみようかね。この青い踊り子、こうやってさ、重量少ないほど威力上がるんだからいいんじゃない？ちょっとやってみようよ。ちょっとやってみよう、やってみよう。どう？これ、いや、ちょっとね、タイムラグすごいよね。
あと1名だって、誰かあと1名入ってくんないかな、誰かあと1名入ってくんないかな。これね、あと1名だとね、4人でいけるのよ。誰かちょっとこれを見ているそこのあなた、裸祭り参加しませんか。どう、あと1名、あと1名。こんなところ、これで登ったら暑いでしょうよ。結局ここってどこなのかしらね。黄金樹が燃えた時に燃えてたけど、うん、あと1名だよ、あと1名。キラリーン。さあ、そうこうしてるうちにあと20分ぐらいでね、24分ですか、年越し。あと1名だよ。このもどかしいね、あと1名。こんなとこ乗れるんだ。こう、あと1名待ってる間にここなんか書いてみようか。これどうやって書くんだっけ。メッセージと、ベース文、裸祭り開催、この先裸祭りがあるぞ、この先裸祭りに注意しろ、おそらく裸祭り、まずは裸祭り行く。裸祭りさえあれば、裸祭りの予感。一対一でやる？よし、わかった。じゃあちょっと一回キャンセルするね。あれ、ごめんね。今日ちょっとね、実験的な、かなり実験的な。出場者を募集してやればよかったん？これでいいんじゃない？これで、はい。やってみよう。まずやってみよう。この青い踊り子ね。青い踊り子。これ。これでどんぐらい変わるかさ。これさ、同じ、とりあえず同じやつつけないの？大丈夫？あ、これまだ途中でつけれんじゃん。なんかいいのないかね。何がいいのかな。致命の一撃も何も打てないもんね。技量を高め、攻撃は連続するほど攻撃を高める。技量を高め、これか。これか。敵を倒せんのかしらね、そもそもがね。ん？揃わない？怠慢で怠慢で。落下ダメージを完全になくす。これあれなんでしょう、完全にはなくならないって言ってたよね。年越したら普通に冒険行く？ちょっとだけ。敵に狙われやすくなる？狙われない。あ、もうこんなもんか。あら、繋がんないね。合ってる？
闘技場どこでもにしてるからダメなのかな。これ限定しない？これでいいんだっけ？これ皆さん普段やってます？この闘技場、闘技場使ってる？これいいんだよね、乱闘2人。ちょっと普通に冒険行っちゃうよ。裸で冒険に行く？バカ。でもね、今のこの私だとどこまで行ってるんだかね。まあ今ちょっとマッチングを待ちながら、この辺は全部行ってんのかな。全部ってこともないか。レアルカリアもね、なんか皆様の、あーそうか。これでも今これ最短で行ってんのかな。なんかラダーもやっつけちゃったしね、過去みんながあれは。あれ繋がんなくない？揃わないのかな？このなんか獣の神殿もさ、これちょっと裸祭り面白いよ。ルールは、うん、多分みんながね揃ったらねすごい面白いんだと思う。これタイムラグすごい。ああ、まだあれだな、アレクサンダーの村も行ってないしね。アレクサンダーの村どこだっけ。全然そのマッチングしないね。なんで、あれアレクサンダーの村ってこの辺じゃなかったっけ。あ、壺村ね。今回まだ壺村行ってないんだよね。このカーリアの書院はもう行かないよ。あ、これ行かないとダメなのかな。行かないとダメなのかな、カーリアの書院そのうち。あれ嫌でしょ、一人で頑張んないといけないんだよ、カーリアの。なんかこうやって見るとどこもろくでもないよね。このエルデンリングの場所、いい思い出のさ場所がさ何もないの。これほんともうろくでもないところばっか、嫌な思い出ばっかりだよね、エルデンリングの。え、これマッチングしないの私のせいかな。なんかちょっとあまりもマッチングしなかったらさ、あら、いらっしゃい、梵天さんね、今年もありがとうございましたね。皆様良いお年をって言いながら一緒に過ごしてるんだけど、闘技場はまだしてないですね。え、これちょっともう一回やる。これは揃わなそうかな。もう揃わなかったら冒険行こう普通に。でもね、一回やってみたかったのよ。これじゃあ、このリムグレイブ闘技場にして乱闘で位牌なし。すごいタイムラグ。このタイムラグすごいな。このタイムラグしてる間に年が明けてしまう。
開けてしまうような気もしなくもな。あと15分だよ。あ、この人にまだ話しかけてなかった。おお、あんた、あ、武器を出せ。武器強化するものももうないんだよな。ローデリカってなんだっけ。ああ、あの女の子ね、あれだ、あのここに来るんだよね、彼女ね。いやー、ちょっと今まだ地図見てるもんね。壺村のところ見てる。壺村のとこで、え、見つかんない？ちょっと変えたよ。すごい、ま、今ね、今壺村のところやってる。これぐらい、これぐらいね、タイムラグあるね。これは、これはもしや普通に冒険をした方がいいのではないか。ドーンドーン裸でバリ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 裸でバリ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 よっ。あ、もうこれ本当に本当に最初の会話だもんね。ああ、もらったんだ、ありがとう。でもね、たくさんいただいてるのよ私。あ、これなんかおばあたちがいるんだよね、これね。ん？それ何の歌それ？カーリア、バニラバニラかそれ。あの、バニラバニラってあれ全国なのかな。あ、あれここにいるじゃん、ミニラちゃん。お前呪いを感じた。こいつさ、性格悪いよね、こいつ。さあ、あと1名と言いながらマッチングしない。裸祭り面白いのに。こう、でも面白いよ。マッチングなんでしないんだろうね。普通に冒険に行きますか、これ。もうちょっとして5分前でマッチングしなかったら普通に冒険行く？まだ私やってないところ。なんだ？なんかこう赤い気がするんだけど。星の落ちたちってなんだっけ。しかもさ、このデータさ、まだババ村行ってないんだよね。天下一ババ大会どこだっけ。ババ村ね、マッチングされないね。対人戦やりません。ちょっと4人でな、できたらよかったんだけど。よっしゃ、5分前で揃わなかったら普通に出撃しましょうか。あー、この日陰城もろくでもないかったな。でも本当にもう一番嫌なの私ここ。もうこころくでもないエリア、ここほんと嫌。冒険行く？賢者の洞窟。そうね、
これね、ここを燃やす前にね、黄金仮面じゃないか、マリカ像の、なんちゃらって、なんか秘密を見てみたい。一度は見てみたい。あら、ぐるぐるしてる？ YouTube。え、音声切れました？ちょうどあれかな？なんかアクセスが多いのかな？こんなところあったっけ？ゴーリーのボロ屋。ああ、なんかこの辺もあれだよね。赤い沼地を、シュゴーシュゴーってみんなで行ったような記憶が、もうこのラダーンも終わったっていうね。早かったですね。YouTube ぐるぐるしてる？聞こえる？これ。いやー、タイムラグがすごい。ちょっとみんなで同時に明けましておめでとうをしたいのだけど。画面カクカクしてる？うちの問題？これ。これ繋がんないかな？画面カクカクしてると、よいしょと、一回やめよう。でだよ。ちょっと装備してどっか飛び出すか。私はラッパだよ。ラッパで、なんか右手はなんか杖だったかな。よし、ちょっとあれかな、電波もね、よろしくないのもあるかもね、もしかしたらね。でもちょっとやった感じ、ほんと面白かったよ。これ何？なんか弓。すごい助けてもらっているね、リングでも。もうちょっと今年の振り返りになってるけど。なんか普通の矢にしようか。すごいね。ああ、どうしよう。この弓矢も増やしていきたいな。右手と左手で違うのか。これ。ノクローン？ノクローン、風車村？ じゃ、今年はじゃああれかな？ババア村で ババア村で新年を迎える感じでしょうか。この盾が気に入ってるんだ。何装備してたか忘れちゃった。何装備してたか忘れちゃった、もう。この私の見た目重視の、これだっけ？アズールのローブ。このちょっとプロレスのガウン風なのが、このね、魔術教授の手袋がいいですね、これ。これなんだったっけ？これなんだっけね？あんまし重くないのでお願いします。なんかこの辺だったかな。これはいいわ。これじゃなくて。
よし、じゃあちょっと向かうか。ノクロン火山館やだ。ノクロン、よし、じゃあノクロン、ノクロンってどこよ。ノクロンってどこよ。ノクロンってどこよ。いやでもこれちょっとね、コナンやってたら危なかったかもね。配信落ちてたかもしれない。え、ノクローンってないよ。開けてないんだ、開けてないんだとか言ってるうちに終わらない今日。あー、風車村、風車村、風車村ってどこ？これ？違う。ん？開けてない。そう。すごいタイムラグでございますよ。あれ？風車村もないよ。開けてない。なんかこの辺風車村って全然違った。どこどこ、え、どこだっけ。天下一ババア大会、裸祭りがババアババア祭りに。え、どこ？マリカ像の謎、ローデール城のマリカの像、ローデール城、ローデール城ってどこ？ローデール城、ローデール城、え？ローデール城どこ？どこにある？ローデール城。それも出してないのでは？私、ローデール城ってないよ。それも出してないうちにですね、そろそろ、あと、もうね、2分でね、年明けちゃう。え、ローデール城ってどこ？どこどこどこ？ちょっとこんなことしてる間に、新年に、まさかこっち？こっち？わあ、また巨人のなんとかやるんだ。やだなー。ない、ローデール城。ちょっと年越しの瞬間何してたんですかって言ったら、ローデール城探してましたで終わりそうなんですけど。ここか、ババア村。一周目でその祈祷を買い忘れたのが惜しかったですね。え、あ、私持ってないんだ、黄金旋律。え、はい、終了じゃない？え、黄金旋律買いに行ってない。何？もうなんかどこ行っても嫌なところばっかりじゃん。あ、明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー。ローデール城探してたら開けてしもたよ、あなた。ね、明けましておめでとうございます。ちょっとみんなでぼんやり過ごしちゃった。
どこ？その黄金旋律ってどこにあるの？今日それ取るか。黄金旋律。黄金伝説はセントセイヤ？え、黄金旋律ってどこにあるの？あ、はい、明けましておめでとうございます。あ、みんないてくれた、一緒だ。なんかどこ行ったらいいかわかんないけど、とりあえずみんなと一緒に新年迎えられたからよかったかな。今年も遊んでね、一緒にゲームしようね。え、どこどこどこにあんの黄金旋律。地図見る配信になっちゃった、せっかく闘技場オープンにしたのにな。ローデイルってどこ？この辺だったりして、違うか。ローデイル。あとこのタイムラグがめちゃひどいですね。今日ひどいよね。あ、ノクロンはハイト城の近く？アルター高原。アルター高原？へえ、高原行くのやだな。ここクリアしないとダメなんじゃない？ここ、お城。そんなことない？ちょっと待って、あれ、お城どこよ？あ、こっちだ。ここ、ここ。そんなことはないの？ハイト、なんかハイト砦でもこないだ見たな。こないだ見たなって。ハイト砦で。ハイト砦でね。ハイト砦でね。え、忙しくてもちょっとコメント欄に顔出してくれたりとかして、みんなありがとうね。あ、なんかガンガンこの瞬間に LINE が来てますね。明けましておめでとうの。これハイト砦の西だから、あ、これじゃん。ここ行くか。じゃあ、じゃあってこともないけど。アルター高原、アルター高原か。ラスボスいたところ、この黄金旋律のスキルじゃなくて祈祷ね。じゃーん、ちょっととりあえず書いときまーす。装備整いまーす。まあまあ、ちょっと半ぐらいまで配信できたらいいかな。戦技の攻撃力高める、あ、いいじゃん。こういうのいいよね。こういうのね。え、今いたところ6分ぐらいラグがありますの6分ラグある？今ね、アテクシここにいるのよ。ハイト砦の西。あら、あとなんだっけ、なんかラダゴンのなんかこれじゃなかった？これ速度を速めるのと、もうなんせ私ラッパ強くしとかないとさ。
はあ、発見力。技量を高め。技量はない。え、オート？オートでよかったの？じゃあオート、この6分がでかいな。じゃあオートに行くか。あ、この上か。いやちょっとね、6分のタイムラグって大きいわよね。どこにいたのかしら。ここ？この6分大きいな。ここかな。この6分の間にサイン書いて消してっていう、なんかすれ違いがドラクエ2みたいにスケさんになってないかしら。私こんなさ6分もずれる速度。ちょっと面白い、明けましておめでとう。もうよかった、あの戦ってる最中じゃなくてこの辺かしら。ここは呼べるのかな、みんな。ここね。でだよ、もう一個何つけようかな。これもスタミナの回復速度。進行を高める。進行っているか。進行、あ、もう99だな。炎カット、そうね。ん？何？エルデの王座の2階にその祈祷があります。あ、2階。これでもいいな、弓の飛距離が上がる。魔術、あ、祈祷、あ、これいいじゃん。魔術と祈祷の最大ヒットポイントが少なくなる。ダメじゃない。魔術、戦技の、あ、これ、あ、でもこれ装備してんじゃん。もう試しを強化する、カット率が、あ、この時間のこの音楽深夜放送って感じするね。あのね、はあ、なんかわかんないけど、これにしとくか。ここは合流できんのかな。まだこれ地図見てますね、配信画面だと。私、配信画面だと黄金樹大聖堂の2階。いこれ一人で上がってくのは危ないじゃん。どっちから行くんだろうな、2階。いや、とにかくこの6分が、あなた、みんな起きてる？この6分がでかい。ずっと6分、あ、なんか今リムグレイブについてるんだけど、私もうとっくにオートに行ってるんだけどな。
これね、自分で自分の配信見れてるね。今なんかリムグレイブで、こちゃこちゃこちゃやってんの。何このタリスマンたちを選んでますね、今。ここに書いちゃうじゃん、みんな。こんなにタイムラグあるの？このタイムラグはいけないなぁ。もう新しいところに来てるのに、これはちょっとしばらく待ってた方がいいかもね。すれ違いまくり、多分なんかあの2階ってあっちかな。ここにね、みんな書いちゃうよね。サイン書きましたとか、そろそろコメントが来そう。もう大聖堂にいますって書いとこうか。大聖堂にいます。ラグすごい。ちょっとね、コメント。これね、ジャンプしてね、取りに行くのかと思った。なんでこんなゴンドラにいるんだろう、この人。大丈夫？よっ。ここかい？これこのままなんか降りても大丈夫っぽい感じすんな。よいしょ。取ったよ。そこの祝福サインかけない。へえ、どこに戻ったらいい？戻った。ボスの部屋に戻ってきた。がしかし、ここはサインが書けない。もう、筆談だよ、筆談。このね、ラグがひどすぎて、筆談してます、皆さんと今。あっちかな？あれ？どうやって走るの？これ。どうやって走るんだっけ？走り方忘れちゃった。あんまり動いてな。敵が出てきてもなんだしな。あ、ボス戦やった前に戻ってくる。ボス戦やった前、これしゃがんじゃうんだよね。あ、丸ボタンか、走るの。もうゲームによってボタン操作が違うのが ちょっと楽しい。うん、オンになってるみたい。動画ガクガク？人を購入できる NPC に渡して買います。本当だ、カクカクだ。カクカクだね。これうちの回線が悪いのか。なんだろうね、その時によって違うのかな。コナンの時は、オベリスクのワープ、誰よりも早かったんだけど。
結局ラッパが一番使いやすい。そこにいてください。はーい。はーいって書いておかないとね、これ口で言うだけだと6分しないと伝わんない。なんかそういうのありそう、漫画で。6分ラグがあるみたいな。先を見越して何歩か前を6分先を考えて行動しないといけないみたいな。ありがとね、みんなカクカクしてたり6分遅れてんのにいてくれて。まあでも今日は元旦なので、元旦になりましたので、そんなに長くは配信しないけど、半ぐらいまでかな。でも半って言いながら、私の半の時にはみんなは24分の時に生きてるんだね。鈴ってこれ使ってる鈴ってこれじゃないのかな。あー違う、私がサイン書いてどうすんだ。合言葉マリア MARIA で、こんなのがあるんだね。一国道さんを超えた、確かに確かに。ここでいいんでしょ。ここから来たよね多分ね。違うっけ。ここから来てないのかな。反対側ですよって言われたらどうしよう。あっちかな。その近くにマリカの像があります。マリカの像。マリカ像。マリカ像がある？どこかしら。まああれね、派手なことしてても地味なことしてても平等に信念ってくるのね当たり前だけど、なんかもうちょっと今年は頑張りたいけど、頑張るのは頑張るけど、あまり比べないでいきたいね。ダメなことを減らしたいな。なんか知らなくってもできなくってもダメではないと思うのよね。何？黄金画面のイベントは会話祝福で休み、移動してたら接して会話で、おーと雪原またピューって飛ぶの嫌なんだよな、そこあれないよマリカ像、あっちかな。こっちではない、そもそも。なんかこっちだった気がする。こっちから来た気がするな。これのことか。逆でした。マリカあった。
階段降りたところ、これじゃないの、マリカ像。マリカ像、マリカ像あった。すごい、ちょっとね、みんなと文通してるよ文通文章でやり取りして、でも階段降りたところって言ってたから違うのかな。こっちか？階段を降りたところ、なんかこっちにもあるね。へえ、何もしてないのに後ろからツッコミを入れてしまった。階段を降りたところ、この辺か？階段降りたところにマリカ像が。エレベーターのところ、文通。文通。階段降りたところ、ただマリカ像はあったけど階段は降りてないんだよね。階段は降りてないのよ。あ、この階段降りたところ、こういうこと？やっぱここにしかないよね、マリカ像。右腕の欠けた。もう半になっちゃったね。ラダゴン像を回帰制限で正体を明かして地面のメッセージ読むとフラグが立ちます。あー、まだ先だな。じゃあ、だって雪原に行けないもんね、私。あいつだけやっつけちゃうか。こっち来ても嫌じゃん。えい、これが間違いのもと？イエーイ、ナイスショット。あ、そうね、こっから登ってきたもんね。なに？メッセージを読む。おそらく排泄物、どういうこと？助けてくれ、お、捧げよ。ん？大聖堂の祝福の隣のエレベーター先にあります。隣のエレベーター先？私ここに住めないわ。あ、エレベーターのところに。エレベーターよ。
ないね。早い早い早いよこのエレベーター。え、あ、良いお年を、ありがとう。エレベーター降りた。え、なんか危ない感じが満々これ早いよね、上がんの。普通のエレベーターもこれぐらい早いのかな。なんかめちゃめちゃ早く感じる。あれかな、回線が。ちょっともう一回やってみよう。回線が遅いからかな。ね、重たい重たいみたいだもんね。この6分のタイムラグどうにかなんないかな。いつもね配信始めるときはね7秒ぐらいラグがあるなと思って配信してるんだけど、ちょっと降りてみましょうか。この石のゴロゴロゴロっていう音がいいね。レバー、そうね夜万歳。うー、いるじゃんそこに。あれってこと？これだ。ここの前でなんか使うって言ってたな。あ、ここじゃ装備できないんだ。ああ、神よ。はあ、なんだ？これってステータス違う、イベントリ違うね。ああ違くない。これ装備はできないんだっけ？え、どれだ？なんか買うとか、結局どうすればいいんだ？ん？ねえ、鈴。どれだろう？なんか買いに行かないとダメなやつ？なんか拾ったやつないもんね。なんか渡してこないといけないって言ってなかった？きっとこれだね。ね、全然出ないね。ちょっと回線的に、あぶな。回線的に無理なのかな。マッチングしなかったしね。マッチングしなかったし。
あほんとカクカクしてるな画面。おー、今ね、今銅像のとこにたどり着きましたね、私が。よし、今日はここまでにしようか。よし、今日はここまでにしよう。ねえ、また今年もね、エルデンリングやるので、裸祭りもまたやりましょう。ねえ、またやろう。そう、今日はちょっと回線がつながりにくいっちゅうことで、よっしゃ。はい、それではですね、いつものインフォメーションです。毎週火曜日23時から24時は FM ホット839でラジオ番組シュガーハウス、私とダーリンラジオパーソナリティやっております。 FM プラプラのアプリで聞いてくださいね。そしてゲームのお知らせは私のツイッターアカウントでお知らせしております。概要欄にアカウント書いてあるので、そちらもどうぞよろしくね。ということで今日は裸祭り、ちょっとだけね、予告編みたいな感じで少しなんかチュートリアル的なことができたかな。本格的な大会はまた回線のいい時にやりましょう。またみんな遊びに来てください。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。ということで、はい、今宵もお相手私マリアがお送りしました。スペルは MARIA。 それじゃまたね。